はい、どうも、板です。今回はちょっとスーパーオートバックス厚木店なんですけど、パワーチェックをちょっとしに来ました。まあ、後々ちょっと給排気と ECU とやろうと思ってるんで、純正のうちにちょっとね、どれぐらい馬力あるかやっぱり測っておきたいんで、測っていきます。今ちょっと測定終わりまして、でパワーチェックするところなんか後ろにゲート扉があるんですけど、それ閉めないと測定できないって言われちゃって、なんか石とか飛ぶんで、で後ろからちょっとね、迫力ある撮り方をしたかったんですけど、ちょっと窓越しになっちゃったんでちょっと残念なんですけど、一応こちら1回目、これが普通に S モードで撮りました。これがこの 308.9 っていうのが多分馬力で、これがトルク 36.7。 うん、まあこんなもんですかね。トルクはちょっと弱いように感じますけど、でなんかリミッターついてるんで3速で測ったって言ってましたね、担当の人は。はい、でもう一個こっちにもなんか表があるんですけど、これは回転数に応じての馬力ですね。まあこんな感じですね。6500回転が一番強いんですかね。6600とかあたりですね。うん、こんな感じです。で次が S シャープで測ったやつ、これが 305.6 馬力で、ちょっと S より下がってるんですよね。 S シャープの方が上かなと思ったんですけど、トルクに関してはコンマ1大きいです。 36.8 で S が 36.7 だったんで、何が違うんでしょうかね。まあただの誤差かもしれませんけど、こんな感じですね。
やっぱ6600、500あたりがやっぱり一番馬力が出てますね。で、トルクは5400から5700が一番強いですね。まあ、4000回転ぐらいから一気にトルク感じるんで、この車は特に。まあ、下がちょっとかったるいんですけどね。まあこんな感じです。一応純正でちょっと馬力を収めておきたかったんで、こんな感じですね。はい、じゃあパワーチェックの動画はこんな感じで終わります。